眠なくなっちゃった。本当だね。すごいだな、これ。いやこれだいぶ引っ張っちゃってるんですよね、こんな感じで。はい、皆さんこんばんは。今ですね、北関東道走っております。で今日はですね、サラリーマン全国制覇の旅に向かっております。今回で20軒目です。やっと20軒まで来たんだ。やっと20まで来た。で今回ね、向かってるのはですね、まあ、同じね関東なんですけども、実はねまだ行ってなかった茨城県の方に向かっております。茨城の方はね、実はまあ、全国制覇のね旅とは関係なく、普通にねキャンプしに行ったりだとか、まあ、オフ会とかでね実はよく行く場所ではあります。まあ、なのですが、今回ですねサラリーマン全国制覇の旅の中で茨城県にね行こうかなと思っております。今日のところはねもう軽く向かう感じで走ってって、まあ、大体120キロぐらいですね走って、ちょっと茨城県まで入って、で明日ね朝からねちょっと観光とかね、まあ、行きたいところ行こうかなと思っております。今回ももう全然計画は立ててきてなくて、まあ、とりあえず家を飛び出してきたっていう感じなんで、またね現地でねいろいろ探しながら旅をね楽しめればなと思っております。今日3連休なので月曜までね休みなので、今ね金曜の夜です。なんで土日月でね楽しんで旅をしてこようかなと思っております。はい、今ですね無事に到着です。で、ちょっとね寒い、もう22度ぐらい車内温度も、外多分もっと寒いですね茨城なんで。 FF つける？点検も兼ねて FF ヒーター一旦全開でつけます。到着してね早々なんですけど、実はテーブルをね作っていただいた HG ファクトリーさんの、まあ、ニューアイテムで、まあ、仕切りカーテンですね。でこれね材質こういうねちょっとキルティングっぽい感じので、後ろがねこういう断熱ができるっていうね優れものです。ちょっと長めになってる。そうこれね、なんで長めかっていうと、長めにしとかないとね温めた空気とか冷気が逃げちゃう、この仕様になってるそうです。ちゃんとベッドの形に沿ってここがね、そう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 、これわかるかな、きっちりなんですよ。ここがね、これここがねきっちりだと向こう側が見えないんで、今日ね僕らね前ねいつものやつつけてなくてもこれだけです。こうなってもねいつもね、うん、この部分がなくて、そうこれで隙間ができちゃうんですけど、本来はこれがこうなる、ぴっちりです。このねロゴがこんな感じで HG ファクトリーさん、これねしかもね色もね6色だったかな、おしゃれだけど機能もちゃんとするという優れものカーテンです。ボンちゃんのこの色のためのようにあり得る、あ純正っぽいもんこれ、いい色ということでね、これもニューアイテムです。 HG ファクトリーさんね、インスタからねまたねお問い合わせいただければご購入とかもねできると思いますので、概要欄にリンク貼っておきます。ふーちゃんが着てるのはそれ何ですか？あれふーちゃん、それふーちゃん寝るペンギンじゃないんじゃない？うん、だからペンギンからペンギンに変身する、はい、はい、じゃあこっちのペンギンに着替えて、はい、お着替え終わりましたか？はい、寒い、はい、こちらの T シャツ、ふーちゃん寝るペンギンになりましたか？はい、はい、ということでね、これからちょっとおつまみとかね軽く食べようかなと思ってます。ふーちゃんはもうすっかり準備 OK です。寝るのか食べるのか分かんないけど、はいどうぞ。いただきます。ふーちゃんはそぼろ、パパはノンアル、ママおいしいかな、あとおつまみ、ふーちゃんはご飯、ふーちゃんでもさっきカレーパンも食べたからね、よく食べる、余るんじゃん、余ったらパパ食べるからいいよ、うん、じゃあ乾杯しよう。もはやただのレモンジュースと、乾杯。やっぱうん、レモンジュースヒーターだけ、あそう今ね FF 一旦全開で入れてます。ちょっとね寒いです、もう思ったより夏の装いすぎるよね、うん、そう半袖ばっかり来たからね寒い、もうさでもさ布団もさ、うん、タオルケットから毛布に変えなきゃいけないんじゃない、うん、まあでもね、まあ、キャンピングカーの旅はね寒い方が楽しいと思うよね、まあ、過ごしやすいよね、うん、電気的にもさ省エネだし、いやね部屋の中あったかくなるし FF だと。ただ唯一今年から冬が残念なのはホイールがねノーマルに戻っちゃうんだよね、スタッド履くと。ああ今はメッキでね、クローンメッキでかっこいいんですけど、雪道とかで傷つくよりはいいよね。そう、そういうのもあるから全然ね、それはそれでいいかなと思ってて、じゃあ、はい、まあそんな感じでね、ゆっくりねご飯食べていこうかなと思います。あれ、これしか買ってこなかった、ポテサラみたいなのあったかな、ポテサラ食べたかった、ま
かんないけど、でもなんかいつものラインナップ売ってなかった。一応私たちは牛ご飯食べてっちゃ食べたけど、そう家でね、うん、キッチン食べてないから。でももう5時間ぐらい経ってる。5、6時間。今ですね、久々にバンクベッド出してます。これ、ね、初日はねバンクベッドを1から、ね、用意して、で2日目以降はね少し短縮した畳み方でねしまいますので、ここまでねめんどくさい作業はないです。初日だけちょっとねいろいろ広げたりとかバンド外したりとかいろいろあるんですけども、まあ、それでもねそんな大したあれではないです。意外と今ね FF 全開なんですけど、まだねちょっと寒いぐらいです。モコモコもあるよ。ああまだそう、寒かった。そうや、これがあるモコモコとあとこのペンドルとか、うん、意外と積みっぱのやつがあるんで、これでいけるかな。寒かったらパパがペンドルトン使う。うん、パパペンドルトン使おうかな、パパ。よし、じゃあうーちゃん寝るよ。1、2、3、あれだ、うーちゃん毛布持ってて。え、うーちゃんはこれ。うん、じゃあおやすみ。はい、じゃあバイバイ、おやすみ。バイバイ、おやすみ。はい、おやすみ。はい、おはようございます。今ですね7時47分、室温 20.9 度、湿度 54%。 今日ね久々に FF ヒーターを炊いたまま寝ました。こんな感じですね。まあでもね半分ぐらいにして寝てますんで、そんなにねガンガンじゃないんですけども、それでもだいぶ暖かいです。ちなみに外は晴れてますけど、こんな感じでもうほぼね隙間がねこんなもんしかないんですよ。昨日のだからほとんど光が入ってこない。すごくいいですこれ。はい、おはようございます。はい、バイバイ。起きてください。今よりも落ちたいな、うん、降りてきてください。こう揺れるかな。うーちゃんも大きくなったね。そろそろもうこのはしごなくても登れちゃう。うん、でもさ、でもめっちゃあれなんだよね、カビゴンと違ってねあんまり踏み台のとこがないんだよ、うん、だいぶ伸びたね、また背が。こんなっちゃった。本当だね、寝れなくなっちゃったの。この間ピタリとプーって寝れたと思う、ね、よいしょ。はい、ということでね今日はぐるぐるを使います。これでね、はい、これで今ね電源がぐるぐるに変わったんで、車の久々にコーヒー飲もうかなって。いただいて、前にいただいて。パパじゃあこれにしようかな。ガテマラ。ママはこれ、美味しいコーヒー。それもフリフリコーヒー。あ、そうだな。よし、溶かすよ。いいよ。久々になんかグループが動いてる気がする。1700ワット近く使うとこれぐらいの音が出るんですね。車も充電しながらケトルも使ってるから、最近あんまりね朝はねゆっくり生きてないんで、今日はねまだ何も予定も決まってないんでゆっくりしようかな。まあ、とりあえず大洗いの方とか行こうかな。市場的なとこね、お魚市場とかでもいいし、うん、何も決めてないんで、さすがに決めないとまずいなと思うんで、ご飯食べながら考えます。これねドリップじゃなくて紅茶とかのよくあるタイプですね。いやでも車でコーヒー飲むの久々かもしれない、うん、これね時間ないとできないよね。じゃあいただきましょう。いただきます。いただきます。じゃあいただきます。このドーナツってうちゃんの一本の針が抜けた時の蝶のやつかな。まあちょっとねご飯食べながら今日の奇跡を決めようと思います。はい、今ですね出発しました。今日はですねこれから那珂湊のお魚市場っていうところですね。でなんか2回ぐらい行ったことあるのかな。ただ撮影はしてないかもしれないです動画の。まあ、そんな感じでね何回か行ったことあるところではあるんですけども、今日はねお魚市場行って、それからね大洗の方、大洗神社、蘇米神社ですね、あそこの方に行こうかなと思っています。見ての通りね、天気がねかなりいいので海もね綺麗なんじゃないかなと思います。で朝方ね結構寒かったんですけど、もうね今日が出てあの車の中ちょっと暑いです。まあ、一応ねここからね30キロぐらいでお魚市場扱うんで、まあ、そんなに時間はかかんないです。10時20分ぐらいに着く予定です。今9時50分なので、まずはですね安全運転で向かっていきたいと思います。あと1キロほどで到着。あ、アクアワールド。そっち本当は駐車場これ右曲がったところ
車場に入れる。どうやら今の駐車場のところはキャンピングカーが入れないので、この先行って警備員さんが立ってるところだったら入れるらしい。でも案内してくれるから助かるね。で、10月1日からもう第二の方に入って構わないって、はいはい、10月から変わった。見た、10月1日から、あ、最近だよね。ということで、止めて向かいたいと思います。これからね、調査から市場に行ってきます。多分結構混んでる、すごい並んでるね。牡蠣か、いいよ。これはメタルから食べられるよ。1800円。小さいおほじ。小さいおほじ。これ。はいよ。1800円。これこれ。はい。さすがハマグリ。安い。1800円。2800円が1800円だって。お持ち込まなきゃいじゃん。すごい。乗せてあげない。そう。あ、行っちゃった。本当だ。イカがぐるぐる回って。今1000円でお刺身を買ったんで氷を入れて、車で食べる。いいよ。本当だ、見て見て、カニさんいたよ。ごめんね、一回車に戻る。はい、今ね、無事に車内に帰ってきました。外ね、ちょっと暑いっす。日が出てきたら結構暑かった。車の中はちょっともわっとしちゃってるんで、今一回まさかのエアコン入れてます。で、あとね、買ってきた串焼き。この串焼きなんだっけ、あ、粒貝と半身、イカの半身、イカの半身、ホタテ、ホタテの3本買ってきました。ちょっとね、これ食べてからまた行こうかなと思います。そうそう、さっき買ったハマグリとね、お刺身はもうね、こんな感じで中にもうしまってあります。やっぱ冷蔵庫あるとね、こういう時すごく便利です。あとはね、夜まで冷やしておきます。はい、ということで、今ね、脱出したんですけども、今ね、写真がね、アップされてると思うんですけど、こんな感じでですね、割とガッツリガッツリ当たってます。僕の中ではガッツリ当たってる。まあ、とりあえずちょっと今からね、北栄日立公園には向かって、そこね、結構大きい駐車場みたいなので、まあ、そこ止めてからね、ちょっともう一回ね、場所確認しようかなと思ってます。はい、もうそろそろで着くから、はい、まあ、現地着いたらだね。うん。はい。はい、こんな感じでですね、見つけたところ、ここです。これ。なんかね、だいぶ引っ張っちゃってるんですよね、こんな感じで。このね、メタリックのところはもうね、まあ、ちょっとなんかなんとかなりそうな気もするけど、ここはね、磨いてからかな。まあしょうがないよね。とりあえずあの黒いのは全部コンパウンドでね、多分一回磨いて、で白くなればいいんだけど、結構長いことさ、この辺ぐらいからか、この辺ぐらいからですね、後ろの部分1m50ぐらいかな、引っ張ってますね。まあしゃあない。はい、今からですね、向かいます。割と歩く疑惑。これでもあれでしょ、そこの前のところの道沿いに行けんでしょ。まあでも一応入る、すぐ入れたは入れたけど、まあ、今日は噂だと入場が無料らしい、うん、あ、だから人多いかもしれない。それか3連休でもすごいね、3連休なのに入場無料なんだ。ほら、今日入場無料の日。本当だ、お支払いがない。なんかあるらしい。本当だ、入園料無料って書いてある。あ、書いてあるじゃん、大きいやつ、うん、ネモフィラがいつなの。ネモフィラは春。なんかネモフィラの時期になるとあれなんでしょう、みんな開園ダッシュするでしょう。あ、そうなんだ。ウイちゃん、ほら、いっぱいトンボいるじゃん。ウイちゃん、ここにいるよ。この辺、なんか結構いっぱい出てる。ご飯、B級グルメ。
キッチンカーがいっぱいいろんなところに置いてある。キッチンカーだ。やっぱ今日はなんかあれだもん、イベントなのかな。ね。キッチンカーだらけだ。これいつもここに出てるのかな。生搾りレモンスカッシュ。アルコールも出してる。ね。かも、うんね。あ、なんか結構人いっぱいいるよ。本当だ。10日後したらすごい赤くなるんだよ。そうそう、コキアがね。今はコキアもなくネモフィラもなく、緑と赤の狭間。まあでも結構広いよね。うん、壮大で。ね。上のはお花じゃないよ、あれ。これはコスモス？うん、コスモスじゃないか。うん、赤くはない。まだまだだね。これでも真っ赤になったら綺麗だろうな。うん。緑だとマリモみたいだね。こんな感じ。4月に来てみたいな。上の方がちょっと赤いかな。あっちね、うん。あっちの方が寒いんじゃないの？かもね。ふーちゃんが花より団子すぎる。よいしょ。まだまだ時期早々。目の前向こうが海なんだ。海です。向こう側は海。こんな感じですね。多分ここが頂上。上の方が少しまだ赤いの、うん、気持ちいい。うん、綺麗。あの辺は綺麗。そう、真ん中ら辺が赤いね。そっち？ふーちゃんのこれ上に何乗ってんのかな。よし、今出ました。よし、じゃあちょっと一回戻ろうかな。よし、無事に到着。うん？ね、後ろ後ろ。あ、なんか虫が虫がいっぱいいるね。バッタが今入ろうとしてきた。大丈夫だ大丈夫だ、入ってごらん。すごいね、でっかいバッタだ。何バッタ？ Go, go. よき。セミヤに行ってましたね。で、こっから日本酒が欲しいということで酒屋さんしてに今から向かいます。ここから 2,3 キロぐらいらしい。この通り沿い右に曲がった。右か。ここね、酒の清水湯です。二人分ふなしぼり買いました。このお店です。教えていただいて店主さん。と辛い節チゲ辛山だ。はい、今ですね、辛山の唐揚げを買って日本酒も買って出発しました。日本酒はね、酒の清水屋ですね。店主さんがね、これがね、茨城のお酒だよと教えてくれて。でもなんかちょうど今あれみたいなね、 秋の日本酒がちょうど上がっちゃったところって言って、まあちょっと今少ないとは言ってたけど、まあでも何本買って、はい、そのうちの1本買ってきました。渡り船でこれからですね、温泉の方にね向かっていきたいと思います。今日はですね、ひたちなか温泉というところにね今向かっております。ここからね3キロぐらいなんで、そんな遠くない。なんかこの辺ちょっとね駅前っぽくて、ちょっとねごちゃごちゃとして走りづらい。どこだ、はい、お風呂。なんかこの辺左って書いてあるんだよ。どこも次の信号じゃない、書店って書いてある。じゃあ、あ、ここか。今みんな曲がる。え？でもみんな曲がる。あ、これか。これだ、これだ。こんなところにあるんですか。結構大きいな。ね。終了します。お疲れ様です。
は眩しい夕日が到着です。じゃあ用意していこう。今日のね温泉はこちらです。ひたちなか温泉キラリ。修学時とりあえず入れます。ふーちゃんは大丈夫です。ふーちゃんも小学生だから大丈夫です。どうですか？おいしい。はい、今ですね温泉から出てきました。結構ね混んでます。3連休だから、うん、休日だからかもね。割とね人気の場所なのかもしれない。結構人が多かったです。でねこの多分長くいるのもできるところなんだよね。スパっていうかそのご飯とか食べれるのもあるから長居ができる日帰り温泉の場所だったので、まあ、余計にね人が多いのかなと思って。結構広かったよね施設はね、うん、施設は広いんだけどお風呂はそんなに広くはない。お風呂自体はねそんなに大きくない言うほど。ただすごくね場所っていうかあの温泉自体はねすごくいい場所かなと思います。はい、で今日はねこれからですね、15キロ20キロぐらい走ってちょっとね登ってきます。北茨城の方に向かっていきます。で道中ねどっかで車中泊して明日ねもう少しね上の方までね、行けたらいいかなと思っております。はい、それじゃあね向かっていきたいと思います。はい、まあね、無事に到着しましたのでからここをねテーブル出します。結構久々に出したメインテーブル。最近結構イベント多かったかな。2ヶ月ぶりぐらい。3ヶ月かも。もう10月か。3ヶ月ぶりに出したの。今日はそれに作るものはございません。今日のこのメインはハマグリです。ハマグリどうやってやる？そういうフライパンで酒蒸し。 あとねこれから山だっけ買ったから山と、うん、冷ややっこいいよね。それとマグロで十分じゃん。うん、これで酒蒸しにします。もちろん後で普通に飲みます。はい、こんなもんね。ご飯にかけても美味しいって書いてある。冷ややっこたっぽん玉のっけて食べようと思ったね。紙のまな板なんだよ。そうなの？この上で切ることができるよ。マグロ？メバリ。冷蔵庫入れてたら凍っちゃったかな。多分そうと思う。まあ解凍されるでしょう。入ったのかな。塗ってみる？うん、オープン。まだ上はあれだね。うん、もう開いたよ。開いた？うん、もうほぼ開いてます。はい、ハマグリのオンパレードです。今日買ってきたハマグリ。これからこれ使ってまた鍋の季節が増えそうだね。寒くなってきた。うん、ミニフレーム。はい、もういいよ。今日はですね、この渡り船とハマグリ、そして、メバチマグロ、中トロ、これがね、茨城県産で揃えました。すごいね、美味しそうです。ハマグリもね、こんな感じで、この量でね、1800円なんでかなり安いと思います。で、中トロは1000円。で、ビール入れちゃう、うん、あ、これ1缶ずつ入れる？そしたら冷やせるよ、うん、1本目ビールこちらです。札幌クラシック。茨城ってセコマもあるんで、走っててセコマあったから。北海道のあれな、そう、あれフェリーのあれがあるからかな。ほい、はい、よし、じゃあいただきます。乾杯やすい。ふーちゃんも乾杯しよう。
じゃあコップ掃除いいよ。乾杯。乾杯。いただきます。いただきます。から出たりとか。すごい久々な気がする。うん、こういうの。まぐーちゃんはじゃあマグロからでもいいかな。冷たいかも。ひんやりしてるって。アイスみたい、アイス。奥に入れちゃったから余計あれだったかな。アイスマグロだった？うん。マグにいただきます。うん。うん。うま。酒だけで十分。うん。なんかこの感じだと日本酒美味しそうだな。いつもね、ハマグリ買っても4個ぐらい。うん。大きいじゃん、もうちょっと。うん。これちょっと中身が少し小ぶりかもしれないね。ね、このサイズでいいんじゃない？食べる、うん、あれはね。おつまみでさ、なんか飲みながら食べるのこのサイズがぴったり。うまい、ハマグリ。グー。唐揚げどう？唐揚げもうまい。うん、大きいね、これ。出来上がり食べたかったけどね。うん。マグリね、こんな感じです。そんなにね、身は大きくないんですけど、なんかね、おつまみがてら食べるにはすごいベストサイズ。さあ始めましょう。はい、ということでね、ちょっとだけ冷蔵しましたけど、また出てきました。またリブネ、早速いただきます。改めてね、紹介します。このワタリブネ、府中誉株式会社っていうのかな、で茨城県のね、お酒です。で、純米吟醸船絞り。あ、なるほどね、茨城県産酒米渡り船っていうのがあるんだ。単管を 100% 使用したお酒です。はい、ということでこれいただきます。はい、じゃあ乾杯。乾杯。渡り船いただきます。香りはフルーティーなのかな、ちょっと炭酸、微発泡な、うん、微発泡だね。あ、でも美味しい。サラッとしていて、ちょっと甘いけど、甘すぎない甘みかな。後味は残らない系、日本酒っぽい後味が残らない系の味です。うん、いやでもすごく美味しいです。でこれをね、あ、お魚市場で買ってね、このハマグリと一緒に、ね、ハマグリと日本酒っていうね、うん、うま。ハマグリと。ハマグリを食って。うん、めちゃくちゃうまい。これがこの組み合わせですね。どう？うまい、うん、最近実はね、家ではあんま日本酒飲まないんですよ。最近どっちかというとハイボールまた復活してて、なんだけど今日ね、久々に美味しいものを手に入れたんで、美味しい日本酒を飲んでみたんですけど、この料理に合う日本酒は最高にうまいですね。わかんない。日本酒ってでもやっぱ、ね、あれだよね、日本料理だよね。日本料理、海鮮とかさ買うよね。はい、本日のコメントテーマはうーちゃんが考えたので、うーちゃんどうぞ。どうぞ。皆さんが市場に行くときは何を買うんですか？コメントで教えてください。はい、ということで今回ね、海鮮系の市場で行った時に皆さんが一番よく買うもの、よく買う海鮮とかをぜひね、コメント欄で教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でちなみに我が家は海鮮市場で行くときはだいたいキャンピングカーに行くんで、お刺身とかその場ですぐ食べれるものが多い。ほんと周りにこうやって貝類、今日だったハマグリ売ってればね。そう、売ってれば買うけど、だいたいね、売ってないんですよね、ハマグリとかって。売っててもなんかね、ちょっともう量がとんでもない、 箱で買うとかさ、シーズンによるのかなと、うん、マグロが多いんじゃない？うん、ふーちゃん好きだし。そうだね、うちはマグロの刺身とか、でもあれだよね、北海道とか行った時ウニ買ってたよね。うん、あれも市場で買ってたね、ウニとかイクラとか。岩手でも買ったかな。好きなものとあんま得じゃない、ないものと。そう、うちはだから結構でもね、市場は結構行くんですよ。大体ね、僕も観光地と食事と市場っていうワードで大体検索しますんで、なんでよく行くんですけど、やっぱりね、一番多いのはまあマグロかな。逆に買わないのが魚本体よね。さばけないからね。丸々と、牡蠣。ああ、そうそう。うちね、牡蠣がね、食べないんですよ。全然。牡蠣は三重で行った時に、牡蠣が有名だからね。で、食べたぐらいで、あと食べないよね、牡蠣って。火が通ったやつしか食べてないね。うん。でも今日のお魚市場とかも、牡蠣がすごい多分ね。生牡蠣ね。そう、有名っていうかあれでみんな並んでて、
なんかね、あれ見てると美味しそうに見えるんですけど、実際に食べないよね。まあ、なんか当たった時大変だからね、うん、車で試してるし。そう、まあそれもあると。はい、ということで、ぜひね、皆さんも海鮮市場行った時によく買うものをコメント欄で教えてください。ヨギちゃんはごちそうさまをして先にベッドです。で、パパたちはこのハマグリを食べながら飲んでます。ということで、このね、ハマグリの出汁もったいないんで雑炊にします。はい、こんな感じですね。今雑炊にしてます。これ絶対うまいんですよね、この出汁が。少しだけ今ね、水足してかさ増しして、まあ、ね、ちょっと味濃いからね、ちょっと水足した方がいいよね。結構いい出汁だよ、うん。で、この後ね、卵を入れます。生卵じゃないけどね、この卵じゃで、大丈夫だ、あれしちゃえば変わらん。ロス卵かな。で、これに海苔をかけて完成。かけるか入れるかどっちが、ちょっと味見してから。そうだ、海苔がね、味付け海苔だから。え、でも意外といいんじゃない。味濃いないんじゃないかな。はい、ということでね、ハマグリの出汁で作った雑炊完成です。海苔の名前がジャパン海苔や。ジャパンだよ。あ、ジャパン海苔か。こんな感じで雑炊完成です。ちょっと一回これで味見てから。海苔は多分これぐらいでちょうどいい。うまっ。こんなもんで確かに、うん、確かに、ハマグリの出汁で作った雑炊です。めちゃくちゃうまい。あのね、思った以上に出汁がハマグリの出汁かなり濃いんですよ。日本酒しか使ってないんですけど、かなり濃いくて、そうそう、だからこれで、ね、ちょうどいいです。食べた？まだ。海苔を入れると、うん、よりいい。あ、そう、香りがちょっと全然違う。海苔入れると、この海苔付きで、あ、これ海苔があった方がいいね、うん、海苔があった方がね、よりね、あの香りもあるし、味噌感が増して、いや、でも本当にこれうまいっすね。ということでね、ちょっとね、ご飯もう少し楽しみます。はい、今ね、ベッドで勉強しております。宿題だ。宿題です。ここが開かないから。ふーちゃん大丈夫で、ママもその漢字書けないから、きっと。うん、あとは書くんですね。さすがに書けるわ。見えない。ただいまね、ふーちゃんはお勉強タイムです。お勉強じゃなくて、だから宿題だろ。今まではね、幼稚園だったんで宿題とかなかったんですけど、小学生にね上がったので、旅先でもね宿題をやる日々です。意外とね、1年生だけど宿題が多いんですよね。学校によるんじゃない。ほぼ毎日宿題だからね。むずいのすごかったよね。読書感想文なんて出された。そうだ、1年生で読書感想文は意味がわかんないけど、それぐらいなんかね、最近の1年生は忙しいです。うん、田舎だからもっとねえかなと思ったら、そんなことなかった。むちゃん頑張ってください。宿題終わったら梨食べましょう。まだ取ってよ。はい、とっても、はい、今ね、うぐちゃんが勉強中ですが、梨は出来上がりましたので、またうぐちゃん待ちです。岐阜の梨です。どう、美味しい？うん、うん、うまっ。さっぱりするな。うん、やっぱ食後のフルーツはいいな。じゃあ車でね、歯磨きの時間です。ちゃんと歯磨きしてください。うーちゃんはね、もう寝ちゃってます。おやすみなさい。かわいいね、うーちゃん。はい、ということで、おやすみなさい。外がブロンブロン言ってるよ。こういうね、広くて綺麗な道の駅はたまにこういうブロンブロン系がいます。あとね、これ多分ね、いいコンビニがあるからだろうね。でも今日はもう閉店しちゃってるけど、あまり長くやってると溜まってくるから閉まっちゃうじゃない、うん。はい、ということで寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したら、じゃあまたね、バイバイ。